私は現在農政センターで働いています。主に千葉市内で農業を始めることを検討している方に手続きの説明を行ったり、新たな農業の担い手を育成するための業務、補助金の給付に関する業務などを行ったりしています。失敗しても諦めずに努力し続ける人と一緒にお互いを高め合いながら働きたいです。模試をできる限り受験して、時間感覚や緊張に慣れておくことが重要だと思います。緊張したとしても当日はみんな緊張していると思えば自然とリラックスできます。健康第一です。早寝早起きやバランスの良い食事を意識して過ごしましょう。そして第一志望の就職先に無事合格したことを想像してラストスパートまで頑張って乗り切りましょう。